レイエス、生涯日本宣言。日本ハムが2位攻防戦に勝ち越し、3カード連続勝ち越しで貯金を新庄政権最多の12に積み上げた。3回に水野のライトオーバー4号ツーラン、マルティネスのタイムリーヒット、レイエスのライトオーバー12号スリーランで一挙6点を先制。先発、加藤が8回1失点に抑えて快勝した。レイエスは直近出場5試合で4本塁打と絶好調。やっと日本の野球に慣れてきたという感覚もありますし、毎日コーチ陣と楽しくポジティブな気持ちで野球ができているので、それが大きいなと思いましたと話した。12本中11本がエスコンフィールドでの本塁打。ここは自分のホーム。気持ちが入っているっていうのはあります。まず一番の要因はファンの方の声援だと思いますし、それが自分の力になっていると思いますし、構造上ホームランが出やすいっていうのは認めざるを得ないですねと笑顔を見せた。新庄監督は、左ピッチャーの外から入ってくるボールを逆方向に打ってくれるし、インコースのまっすぐはレフトに引っ張ってくれると絶賛。彼、すごいんです。うちの選手の名前すぐ覚えたし、今日も佐々木くんが降りたら、坂本って。セリーグの選手の名前も知ってますからね。その辺って、ものすごい大事なことと評価した。レイエスは、私はメジャーリーグに戻るっていう気持ちは全くなくて、日本でやれるだけ本当にやりたいっていう強い気持ちがあるので、そういう強い気持ちが日本の野球を勉強するとか、そういう行動に繋がっていると思いますと明かす。野球人生を日本で全うする。そんな熱い思いで、日々試合に出場している。おい、日本ハム、絶対この選手は来年も残留させろよ。日本でやれるだけ、と言わず、日本ハムでやれるだけやってください。もう、期待通り、バースしちゃってますよ。CS はブライアントしそう。生涯日本、ハムでよろしく。契約はドル、消費は円、一番美味しい展開です。ずっとハムにいてくれ。ソフトバンクにだけは取られたくない。このキャリアで満身がないのがすごいね。日本国籍取ってほしいな。生涯日本じゃなく、生涯日ハム。めちゃめちゃ嬉しいぞ。シャウエッセンを無限に上げてくれ。福田とのヒロイン、膝の上に座らせる、もうファンになるしかないでしょう。日ハムであと5年はやってもらいたい。ブーマーのようになれると思う。ソフトバンクかオリックスが大金積んで、かっさらっていきそうで怖い。もう、来年以降の複数年契約結びましょ。新庄が辛抱して使い続けたおかげだね。ファイターズではなくて、日本でやりたいか。意味深だな。